ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズのシリーズ初戦は負傷で2ヶ月間離脱していたムーキー・ベッツの印象的な復帰を目の当たりにしました。ベッツは得点を挙げただけでなく素晴らしいプレーを見せ、大谷は今季36号となるホームランで新たな記録を達成しました。ドジャースは5対2で勝利し、連勝を4に伸ばしました。 試合後、ロバーツ監督は、選手たちのパフォーマンスに、満足感を隠せませんでした。ロバーツは、大谷について語り、困難な状況でも、彼の打撃能力を称賛しました。昌平は、たとえカウントが3対0でも、自分が打ちたいと思う時に打つ権利があると述べました。彼がプレイオフで打ったホームランを、今でも覚えている。左打者の翔平が、あの場所にボールを打ち込むのは、本当に素晴らしいと、ロバーツは語りました。 彼はまた、この試合での大谷のホームランが、非常に注目に値するものであると強調しました。ストライクゾーン内で、辛抱強くすることが重要です。小平がホームランにしたボールは、実際には、ストライクゾーンから少し外れていました。しかし、ボールが高くて手の届く範囲にあれば、彼はそれを打ちます。ただし、ストライクゾーン外の低めのボールを無理に打つのは良い考えではありませんと、ロバーツは指摘しました。 ロバーツはさらに、大谷の打撃を、右打者のヤシエル・プイグの打撃と比較しました。ヤシエル・プイグが、プレイオフで、あのエリアに打球を飛ばしたことを覚えていますが、左打者の翔平が同じことをできるとは、本当に驚きと、関心の念を抱いていますと、ロバーツは語りました。ロバーツは、大谷の打撃を、MLB の歴史に名を刻んだ左打者、プリンス・フィルダーの伝説的な打撃とさえ比較しました。フィルダーは、身長180センチ、体重124キロで、 キャリア通算319本塁打を記録しました。2007年には本塁打王のタイトルを獲得し、シルバースラッカー賞を3度受賞しています。大谷の打撃は、ロバーツにフィルダーのような MLB で最も力強い打者の一人を思い起こさせました。さらに、ムーキー・ベッツの復帰は、ドジャースに大きな変化をもたらしました。ロバーツ監督は、ベッツを再びスタメンに戻すことができたことに満足しており、 ベッツをラインナップに加えることができるのは本当に素晴らしいことだと述べました。フレディ・フリーマンと共にドジャースが長く待ち望んでいた MVP トリオが長期の負傷から強力に復帰したことをロバーズ監督は喜びました。ロバーズはまたベッツと彼のスイングをコンパクトに保つことについて話し合い、ベッツは試合でそれを見事に実行しました。昨日、ベッツにはスイングをシンプルにするように言いましたが、 彼は今日それをとてもうまく実行しました。レッツのホームランは本当に素晴らしかった。彼がこの調子を維持すれば、これからも多くのホームランを打つだろうと信じていますと、ロバースは共有しました。負傷前、レッツはショートストップとしてプレーしていましたが、復帰後は昨シーズンから慣れ親しんだライトに再配置されました。レッツはこの決定に満足し、チームにとって良ければ自分などのポジションでプレーしても気にしませんと述べました。 自分が優れたショートストップになれると信じていますが、チームにはゴールドグラブ賞を受賞した素晴らしい選手がたくさんいます。ベッツの復帰はロバーツ監督にとってもチーム編成における大きな課題となりました。彼は認めました。これは難しい会話でした。数日前、ロバーツはベテラン選手のジェイソン・ヘイワードと話し合いました。 ベッツがライトに戻り、アンビページズとケビン・ケアマイヤーがセンターテオスカー・ヘルナンデスがレフトに入ったことでヘイワードの出場時間が大幅に減少しました。しかし、ロバース監督はヘイワードに十分な出場時間を確保するつもりだと断言しました。ベッツを再びスタメンに戻すこととヘイワードの出場時間を維持することの間で、 バランスを取る必要がある中で、ロバース監督は、特に経験豊富で、貢献度の高い、ヘイワードのような選手を、決して見過ごさないことを確信しています。ブルワーズとの初戦は、新しい打順の有効性を試す試合でした。大谷が1番、ベッツが2番に配置されました。ロバース監督は、大谷とベッツの配置に満足しており、ドジャースの戦略がうまく機能していると思いますと述べました。ベッツが復帰した初戦で、 大谷は3打席目にホームランを放ち、ベッツを迎え入れました。7回、試合が接戦となる中、大谷は至球を選び出塁し、その直後に今季33個目の投塁を成功させました。その後、得点圏打率382を誇る、ベッツが右前タイムリーを放ち、大谷を本塁に迎え入れ、ドジャースは52とリードを広げました。この試合でドジャースが上げた全ての得点は、大谷とベッツの素晴らしいコンビネーションから生まれ、 ナリーグ中粛主位のブルーワーズを見事に打ち破りました。この完璧なコンビネーションにドジャースネーションの記者の赤村スは大谷とベッツは MLB 最高のコンビとしての地位を再び確立したと絶賛しました。大谷もまたベッツが1番と2番に並ぶことで彼の重要性を認めました。今日ベッツが戻ってきたおかげで我々の打線は非常に厚みが増しました。これが相手にとって脅威となることは間違いありません。 さらに、レッツは素晴らしい打撃で、その才能を証明しました。彼の存在が試合の流れを変えましたと、大谷は強調しました。レッツと大谷のスムーズな連携、そして、ブルーワーズに対するドジャースの見事な勝利は、チームの打順が完全に理にかなっていることを証明しました。ワシントンポスト氏は、レッツは新たなポジションを見つけ、これはチームにとって最適な決定かもしれないと評価しています。同志はさらに、この打順は非常に理にかなっています。 ランナーがいる時に、大谷は安心して打つことができ、相手が意図的に歩かせた場合でも、すぐに盗塁を試みることができますとコメントしています。大谷の後ろには、重要な場面で強いベッツがいます。ベッツが得点できなくても、その後ろには、フリーマンが控えています。一方、マウンドでは、カーショーが安定した投球を続けています。この配置なら、試合は完璧に進行し、負けることはないでしょう。 最近、大谷は打撃フォームを維持するのに苦労していましたが、それでも2試合に1本のペースでホームランを放つという驚異的な能力を発揮しています。ロバースは大谷がもう一度ホームランを打つだろうと常に思っていましたが、それがブルワーズ戦で実現しました。これからは彼の調子が回復し、 打率が再び3割に戻ることを期待していますと述べました。試合の7回、大谷は子球を選び、その後、成功した盗塁で、チームに重要な追加得点のチャンスを開きました。あれは良いプレーでした。控え選手たちが粘り強さを見せてくれたので、試合の流れを維持し、相手にチャンスを与えないことが重要ですと、大谷は試合後に語りました。 大谷の打撃成績はオールスター後に低下したと言われていますが、彼は最近の22試合で14本の長打と7本のホームランを放ち、シーズン初期のペースを上回る成績を証明しました。ブルワーズとの初戦で大谷翔平は2打点を記録し、今季の50打点に近づきました。彼は自分の野望を隠しませんでした。チームが10連勝を続けることを望んでいます。 ベッツの復帰と他の選手たちの良い調子で私たちはそれを達成できると信じていますと語りました。40、40という目標が最初からの目標であったかと尋ねられた際、大谷は今シーズンに特定の目標は設定していません。私はただ一試合一試合に集中して最善を尽くそうとしていますと答えました。 ドジャースでプレーするのは今回が初めてなので最初はチームになれることとそのスタイルを理解することに集中していました。今ではチームに慣れてきてシーズンも終盤に差し掛かっています。これからは自分の役割に集中しチームの成功のために全力を尽くしたいと思います。 ベッツの復帰と選手たちの見事な連携がドジャースにシーズン終盤に向けての大きな勢いをもたらしました。大谷、ベッツ、カーショーの印象的なパフォーマンスによりドジャースは今季最長の13試合連続の中で4連勝を達成しました。大谷とベッツはドジャースがプレイオフ進出、さらにはワールドシリーズ優勝を目指す上で引き続き大きな希望の星です。現在ドジャースはアリゾネダイヤモンドバックスやサンディエゴパドレスと激しい競争を繰り広げており、 彼らはオールスター後に非常に良いパフォーマンスを見せています。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。